ジオダンサーのための体幹トレーニング、今日の仲間たちです。イエーイ今日はね、片足で立つトレーニングをしたいと思います。ハーフカットとボールを用意してください。ハーフカットがなかったら床でも大丈夫だし、ボールがなくても大丈夫です。そしたらうつ伏せになって、右足を乗せてデミポイントです。はい、右の肘の下にボールを入れます。左手は床触ってていいよ。じゃあプランクの状態まで体も持ち上げます。はい、ただ左足も持ち上げます。体幹まっすぐです。こんな感じ。このようにかかとから背中、頭までまっすぐにします。パッセエンノバー、繰り返します。その時に動かしているお膝が床からなるべく離れるように、お腹崩壊しないでください。かかとから頭までが頑張ってまっすぐです。軸足は曲がらないように、お尻と内転筋に力を入れときましょう。ゆっくり上げましょうか。はい、ラスト。